風流太平記その第11回第5編女の目第2章続きからゴン兄は立ち上がって持っていた湯飲みを土間へ叩きつけた。こんな家の湯飲みだから厚手の丈夫なやつで叩きつけても割れなかったが他の客は一斉に立った。こっちは穏やかに話をつけようと思っているのにその挨拶は何だ。うぬはこの俺を誰だと思ってるんだ。話をつける。万三郎がいぶかしそうな目をすると小男のハゲが向こうから口を入れた。つまりおめえはゴン兄の縄張りを荒らしてるんだよ。縄張りとは何の。今おめえの言った稼ぎってやつよ。この辺りでやっている稼ぎの縄張りのことよ。万三郎ははあと思った。第三章。万三郎は初めて分かった。こいつらは俺に因縁というやつをつけに来たんだな。すると急に腹が立ってきた。悪いやつらだ。拾い屋などやっている者はよっぽど気の毒な身の上の弱い人間ではないか。こいつらはそういう人々を脅迫して高の知れた稼ぎから銭をかすめているんだ。こいつらは見逃せないぞ。彼はそう思った。おい、勘定をしてくれ。万三郎は小女を呼んだ。そしてまだ食べもしない飯の代を払いながらゴン兄に向かってニコッと笑った。初めからそう言えばいいんだ。回りくどいことをするからわからねえ。さあ、話をつけるから外へ出てくれ。外へ出ろって?その方が手っ取り早いって言うんだ。万三郎は自分の道具を持ってさっさと外へ出た。やろう、逃げるか?などとわめきながら5人もバラバラと飛び出してきた。万三郎はぶっかけと書いた軒あんどんの下のところへ道具を置き、大かぶりをして往来の真ん中に立った。ゴン兄とか言ったな。彼は5人を見回した。拾い屋なんてものは道の上やゴミ箱を漁ってスズメの涙ほどの稼ぎをするしがねえ商売だ。誰のお世話にもならねえ人の捨てたものを拾うのに縄張りもクソもあるか。大きな口を叩くなやろう。ゴン兄が目を向いた。どんな商売だってそれぞれの縄張りがあり取り締まりというものがある。小じにだってあるんだ。たとえ人の捨てたものを拾うにしたってそれで今日を食ってくからには妙理てえことを知らなくっちゃならねえ。笑わせるな。妙理とはどういう妙理だ。お前にかすりを払えってことだろう。やろう、喧嘩を売る気か。念を押すことはねえや。万三郎は鼻で笑った。貴様らのようなけだものには理屈を言ったって始まらねえ。これから弱い者を泣かせねえように賞をつけてやる。あざくな若造。ゴン兄が殴りかかった。往来はもう人だかりがしていた。この5人は界隈でも評判の悪なのだろう。大巻きにした人々の中からしきりに万三郎を声援する声が聞こえた。ゴン兄はすっ飛んだ。万三郎は腕に自信があった。剣術は年流と小野派一刀流で免許を取っているし、当時はもう廃れていた剣法もやり、柔術も大師範ぐらいはできる。おまけに三男の暴れ者で、少年時分から喧嘩はお手の物だった。怪我をさせては悪い。そう思うから手加減をしたが、ゴン兄を投げ、兵十を投げ、信州を投げた。すっ飛んだゴン兄は腕でもくじいたのか地面に尻餅をついたまま殺されるような声で悲鳴を上げた。そこまではよかった。実にあっさりときれいにいったのであるが、そこへ三島という巨漢が飛びかかり「よいしょ!」とがっちり組みついた。第4章。その巨大な体つきからおよそ察しがついていたが「よいしょ!」という掛け声で三島が相撲崩れだということがはっきりした。万三郎は彼に組ませた。組ませておいて投げるつもりだったが、相手のクソ力にびっくりした。右四つに組んだ巨体は、千斤の鉄塊のように重く、じりじりと引く双腕の旅力は万力のように強靭であった。しまった。安三郎は舌を巻いた。組ませたのは失敗だ。腰を落とそうとすると、相手はぐっと上手を引きつけた。手を振ろうとすると、下手をこじる。ぐいぐいと寄り身になって締め上げる。そのまま行けば、サバ折りという手になりそうだった。サバ折りというのは、よくは知らないが、のけざまに体を二つに折られるのらしい。無理をすると背骨が折れてしまうので、時に近手にされるほど猛烈なものである。どうしようか。万三郎は冷や汗が出てきた。もちろん、これは長い時間ではない。組んでから呼吸の5つか6つくらいしか経たなかったが、三島が突然叫び声を上げて、よせ、ハゲ、やめろとわめいた。俺が片付けるから。万三郎はひょいと腰を落とし、図を相手の胸へつけた。反射的な動作であった。何も分かっていたのではないが、実はその時後ろからハゲが丸太で殴りかかったのであった。三島はそっちを見ているから分かった。それで慌てて制止したのだが、俺が片付けるからと言い終わらないうちに、ハゲがその丸太を打ち下ろした。カツンと素晴らしく大きな音がした。その音は三島の頭で起こった。万三郎が腰を落とし頭を下げたので、三島の頭がその丸太を受け止めることになったのである。三島は悲鳴を上げた。万三郎は半身になり、腰を十分に入れて、下手を思い切りひねった。言うまでもない。三島は見事に投げ飛ばされた。体が大きいから、投げが決まるときれいである。遠巻きの群衆はどーっと歓声を上げた。あわっとはやし立てた。目が見えねえ。目が見えなくなった。三島は地面に足を投げ出したまま、両手で頭を押さえて泣き声を上げた。ほら、目が見えねえ。ハゲの畜生、俺の頭を割りやがった。ハゲはどこかへ逃げ去っていた。信州も平重もいなくなり、ゴンアニーもずっともう向こうに立って、片方の腕を抱えたまま、怯えたような目でこっちを見ていた。お逃げなせ、その人。群衆の中から叫ぶものがあった。役人がやってきますぜ。万三郎は横っ飛びに行って道具を取った。役人が来なくっても大産の潮時である。袋を肩にかけ、割りだけの広い箸を掴んで、脱走しようとする目の前へ。そんなに慌てることはございませんわ。万三郎様、お待ちあそばせ。こう言って立ちふさがる女があった。名を呼ばれたので、少なからずぎょっとして目を上げるなり、万三郎は、あっと言った。角さん。第5章。女は白い美しい歯を見せて笑っていた。紫色の大柄の滝島の着物に白っぽい帯を締め、派手にボタンを染めた羽織を重ね、片手につぼめたままの日傘を持っている。大きな商家の娘といった作りであった。目と眉の間の開いた、中高の売りざね顔は忘れることのできないものだ。あの世も随分生めかしかったが、今この日中の往来に立って、こちらへ笑いかける目元も、あでやかであだめいて見えた。角さんと思わず言ったが、次の刹那には万三郎の顔にもにっと微笑が浮かんだ。この偽物め。彼は微笑とともに会釈した。失礼ですが、ご覧のような始末で、今役人が来るそうですから退散します。まあお待ちあそばせよ。女は品のある手振りで止めた。風流太平記その第10回、第5編、女の目、第5章途中まで、2021年11月4日。この続きはまた次回。